おはようございます。今日もウォーキングですが、やはりあの Z6 はだいぶ根性がいるので、あれを持ってね、歩くのね。今日はですね、ソニーの ZV-1 で、撮っています。今日もテレネでウォーキング、ツーリングはする予定ですので、よろしくお願いします。ですね、一眼でレンズを、まあ、しっかりねつけてね、歩くのと、この、まあ、コンパクトデジカメのようですよね、これで行くのとではもう軽さが全く違いますね。久しぶりに、Z6 で撮ってみたり、ZV-1 でソニーのね ZV-1 で撮ってみたりしながら、ちょっと楽しもうかなと思っています。本当にね、今日はウォーキング終わった後、どこをツーリングしようかなと思ってね、ちょっとあのテネレのちょっとちっちゃなゴムをねなくしてしまって、もうおしおしみたいな、おったみたいな、それをねレッドバレーに今日取りに行くっていうか、まあ電話して来てたらですけど、今日来てる予定なんですけどね。だから向こうへ、北の方へ行くので、そのまま、まあなあ、普通に考えたらというか、ナルトのスカイラインなんかをちょっと走ってみるっていうのも、そして、ちょっと香川の方へ回って、まあ、山を越えてですね、県道の、まあ、面白い県道でも走って徳島の方へ帰ってくるっちゅう手が、まあ、楽しいかなと今ちょっと思ってます。実はですね、昨夜、ごっつい久しぶりに、落語を聞きに行ってましてね、桂文雅さんっていう、まあ、素晴らしい落語家さんがおられるんですけど、それのですね、昨日の、まあ、メインの演目はですね、地獄八景、地獄八景、亡者の戯れっていうやつなんですけどね、初めてそれを聞いたのが米朝さんの、やつを聞いたんですけど、もう感動しましてね。それで、まあ、文雅さんが今回それをやってくれるということで、すごく楽しみにしていましたが、よかったですね。今この辺のコスモスは最高潮やね、すごい綺麗ですね。こんな風にコスモスがすごく綺麗に見えますね。最高やねこれ。今日もウォーキングは終わりました。3.6キロ、5070歩でした。まあ、今日もちゃんと歩きましたね。でもうちょっとしたらね、テレネで練習走行に出たいと思います。まだあのどこ行くかきっちりとは決まってないんですけど、楽しみです。それではまたよろしくお願いします。今レッドバロンに、ちっちゃなゴムの部品をね取りに行っています。この前のフロントのシールドをいろいろ外してねしてる時にそれなくしてしまって、それで今出てきたんですけど、ちょっと坂道発進でまたまた一回エンストしました。レッドバロンで受け取って、ゴムね、ちっちゃなゴム2個なんですけど受け取って、
ガソリンスタンドで今ガソリンを満タンにして、で吉野川大橋を渡っていると、そういうとこですね。気持ちいいな、ほんまにこういうツーリングな。こっからね、ナルトスカイラインの方にちょっと行ってみますかね。春は、綺麗な春というか、あれは夏かな、は古代ハスっていうのを見に来て、あれほんま綺麗かったな。ナルトスカイライン、わし来る時もまあこんな風にこう天気のいい日が多くていいな、これ本当に。やっぱりね、こんなとここそ天気が良くないとなかなかな、気持ちよく走れんもんな、こういうとこは。今日もデネレ絶好調です。落ち着いた、あんまり海のね感じいいね、俺。気持ちいい。ナルトのですねスカイラインを降りてきて、今からちょっとね海辺を走ってから帰ろうと思います。国道11号線のまあ海側、瀬戸内海側をこれ走ってますけどね、ほんま気持ちいいな。これか、左です。これ800メートル先、左方向です。またまたちょっとワイルドなとこ来ましたよ。これこんなとこ行ってるけど、まあまあ大きい道に出るんよね、これ。今ちょっとこうなんていうか、あ、これね、これか、なんかこれ楽しい道行けって言ってますよ。300メートル左方向です。はいはい、左です。あ、ここを左っちゅうことか。この道はまあこんなんだったらすごく綺麗な道やな、どう考えても。県道41号線ね、これは県道41号線です。楽しいよこれ、この道は。今のとこ特別悪い道ではないですが、この予感としてドキドキするような予感がしてきたな、これ本当に。道自体は今のところ全然そんなね悪い感じじゃないんやけど、
で、この道はね、大浅に抜ける道なんですよね。もうなんか素敵やね。もうなんせ俺がもう好きそうな道やな、これ。私がもう心から好きそうな道が出てきたな、これ。右へ行くと板野、左へ行くと大浅。まあしかしこれはどう見ても左の大浅の方がまともな道だろうな。この地の道は強烈そうだな、この右へ。これは今のんな、ワイルドすぎるわ今のんはな。今道の真ん中にね、お猿さんが座っていましたね。なかなかワイルドな、これ。お前から車が来たぞ。車よーけ前から来るな。これ通常の道としてよう使ってるんだな、これ。お、出ました、峠やな、これが今のところ。ここがね、あ、まだか、まだ上がるな。おー、この感じではそこが峠かな。お、ついに、お、なんかあるぞ。ここが何か一つのあれだろうな。峠は峠なんだろうな。こっちが北灘町織野、こっちが大浅町、これヒノキっていうもんかな。ここが、あ、峠ですね。これが宇多津越えっていうんですね。これ宇多津、あ、やっぱこうだよな、宇多津越えやな。ここが宇多津越えですね。今宇多津越えをして、降りていってます。こっちがなかなか急ですね。だーっと一挙にこう降りていく感じがあるね、これ。この左側が大浅彦神社ですね。まあ、その横を通って降りてきました。今藍住町に入りましたね。こういう藍住町をのんびり走るよりもあんまりしないんで楽しいね、これ。これいいね、本当に。こういう都会の中での暮らし操作っていうの勉強になるな、これ。本当になかなか、あ、本当に、暮らし操作の勉強いいですね。なんか面白いとこ来ました。これ眉山の下というか、まあ、眉山よりはもうちょっとこうあれかな。でもこの向こう左側の山は眉山からつながってるとこやな。県道203号線でんかな。まあそうやな。今日のちょっとこう2つのね、帰りの面白い道がこれなんですよね。県道203号線、なかなかワイルドでしょ、これ。さっきの北灘から大浅へ来た道とこの道がね、今日のまあ面白い道二つなんですけどね。なかなかクラッチ操作が忙しいですね。いいですね、勉強になりますね。
やっぱり眉山の関係なんだな、これ眉山カントリークラブってこうありますから、ここにね、右に一応これ天骨まで峠っちゅうかなまで行って降りていっけんな、これは。おー、なかなかワイルドですよ。今日も見ていただきましてありがとうございました。今日もいろんなところへ行って、このバイクと少しでも友達になるということができたような気がします。それではまた見てください。よろしく。今日はどうもありがとうございました。それではバイバイ、失礼します。